どうも、枝豆です。今回は GBB が終わった今考えるお気に入りワイルドカードを紹介していこうと思います。まあほぼサムネでバレてるとは思うんですけども、今聞いてもこの2枚はすごい新鮮な衝撃と感動があるんですよね。ってことで早速参ります。レッツラック。1枚目はこれです。理屈は分かるのよ。ダックと声でしょ。できたもんじゃないもんなの。なんかこのワイルドカードにインパクトをもたらせてるのって間違いなくこの部分だよね。この後なんだよね。When you feel out of space, no need. When your future's but nowhere to hide. Spit on the beast within your mind. The town is ready and you blood. When you feel burn the tremble, when your trouble goes up on up, grow home. Spit on the beast within your mind. ビブラートかかってんの、なんなのこの世界観。いや、ただただ美しいよねこれ。リクさんがさ、ネタに歌を入れてくること自体がかなり珍しいことみたいですよね。見れるワイルドカード以外でもっていう話ね。音色からこだわられて作られてるこの雰囲気たまらなく好きなんだよね。The sun is ready in your blood. Speed up the peace within your blood. The sun is ready in your blood. Run into your veins. Ready in your blood. Run into your veins.こう一瞬泣き入るのやばない？もうこれ好きすぎるんだけど。やば。このさ、特に後半部分なんだけどさ、ちょっと遅らせてから音入れてくるのエグくない？この最後の部分何回聞いても鳥肌立つわ。ああ、すっきり。全てが繊細なんだよね。はい、ということで1枚目はリクさんでございました。2枚目はこれです。 Hi, my name is Sasha and this is my solo wildcard for the Grand Beatbox Battle 2023 World League. まあ、すぎだろう。
このスネアの質感やばすぎるよね。これさ、本人さ、チュートリアル動画上げてたじゃん。なんか両端でリムをやってるらしいんだよね。ありえに使わしてる、このスネア。サーシーのワイルドカードとかってさ、結構この入りが多いんだよね。このスネアが頭に来ることっていうのが多いんだけど、何回聞いてもぶっ飛ばされそうになる、本当に。配置も音の質もサウンドチョイスだよね。もう全てが完璧すぎる、これ。じゃあどうやったらこんなにクレイジーな雰囲気を作れるんだろうね。うますぎだろ。なんか明らかにおかしいもの持ってるんだよな、このカード。で、多分さ、視聴者さんの中にもいるでしょ、サーシーめちゃめちゃリピートしたって人。超絶ユニークだし、半端なく魅力的なんだけど、これね。 GBB ワイルドカードの金切りって言ったら、結構上げ出したらキリはないんだけど、もちろんサーシー、リークもそうだし、ミスターアンドロイドとかウィングもそうだしね。特に好きだったのはこの辺だったと思うんだけど、バケモンだな、マジで。ということで、繰り返しになるんですけども、皆さんの好きなワイルドカード書いていってください。バイバイ。